も君がいなくなってしまったら、例えば猫や芋虫になってしまったら、メソメソと泣くよ。でもそのうちツコのいネタにしてしまうかもね。だから今日はそういつもより長い電話をしよう。なんとなく君に後ろめたいから優しく振る舞って、もしも君と友達になっていたら、シタフな顔で助言してくれたなら、僕は涼しい顔で利用するだけして、ゴミ箱に捨てたしまうね。だから今日は散歩に行こう。誰もいない夜の街、月の光で大抵のことは美しく見えるから、だから今日は散歩に